三浦海岸桜祭り限定で桜色に変更された駅名看板三浦海岸駅は神奈川県三浦市南下浦町上宮殿にある京浜急行電鉄栗浜線の駅。駅番号は KK71。計画時の駅名は地名に基づく上宮田駅であったが下浦海岸にちなむこの名称とし、延長区間を三浦海岸線と呼び PR に努めた。 当駅から小松家地公園までの線路沿いで、毎年春に、三浦海岸桜祭りが開催される。これを記念して2014年から、桜祭りの開催期間中は、駅正面の駅名看板を桜色に変更している。相対式ホーム2面2線を有する公開駅である。ホームは、北東から南西へと伸びている。改札は1箇所で、ホームへは、 階段とエレベーターで連絡している。当駅の起点型は伏線、終点型は単線区間となっており、一部時間帯の下り列車は列車交換のため4から5分ほど停車する場合がある。発着する列車は全て8両編成だが12両編成の停車が可能なホームを持つ。これはかつて海水浴客輸送再生期に列車を、 同一ホームに2本停車させ旅客整理を行っていた名残である。下り最終電車の後に2本到着する、当駅止まりの下り列車は翌早朝まで留置され、始発の上り列車として発車する。三浦海岸河津桜とマグロ満喫の旅キャンペーンの開催に合わせ、2017年2月10日から、三浦市三崎地区が舞台となった。 山本幸太郎とウィークエンドの楽曲、三崎巡りをアレンジしたものを接近メロディとして使用している。メロディはスイッチの制作で、編曲は塩塚博が手掛けた。2020年度の1日平均乗降人員は7843人で、あり、京急線、全72駅中57位。近年の1日平均乗降人員と乗車人員は、下記の通り、当駅は、 三浦市北東部に位置する。周辺には住宅団地などがあるほか、小規模な商業施設や公共施設が集まる。駅名の由来となっている三浦海岸までは400メートルほどである。駅正面はバスターミナルとなっている。駅前バスロータリー内の三浦海岸駅が最寄りバス停。京浜急行バスにより周辺地区への路線が運行されている。 三崎口駅が開業するまでは、三浦半島南部へのアクセスを担うバス路線の拠点駅であった。発着する路線の詳細は、京浜急行バス、三崎営業所を参照。ありがとうございます。